はい、どうも、社畜です。スプラトゥーン2のね、前夜祭を本日は実況させていただこうかと思っております。よろしくお願いいたします。わけあってね、ちょっと10分間しかちょっと参加できておりません。まあ厳密にはね、2000人だけになります。で、そちらの方のね、ちょっと動画撮らさせていただいてるんで、ちょっと。まあこれね、多分聞いてる限りだとわかるんですけど、後付け実況となっております。で、多分2000ともね、動画上がってると思うんで、ぜひね、まあ、ゆっくりちょっと見ていってください。はい。そういったところでさせていただこうかと思います。ちなみにね、自分はポップの方を選んでおります。で、武器は寿司コラですね。まあ、無難にちょっと寿司コラを選んでおりまして、まあ、今回ね、フェスのソロ。はい。縄張りバトルやっていこうかと思います。ちなみにね、多分ね、開始直後すぐ分かると思うんですけども、ジャイロ縛りとなっております。別にね、ジャイロ縛りやりたくてやってるわけじゃなくて、寸前までね、ちょっとチュートリアルを、まあ、スティックでね、ちょっとやってて、で、まあ、設定をね、ちょっといじってないんですよ。いじってないというか忘れてただけなんですけども、で、そういった意味もあって、ちょっとね、ジャイロ縛りみたいな感じになってて、スティックでやっております。非常にやりにくいです。まあ、やりにくいけど、まあね、11キル取れてるんで、まあ大丈夫でしょう。で、まあ、ボムが狙ったところに当たって跳ね返って敵を倒すと。で、これが1キル目ですね。で、まあ、ボムで牽制しつつ、で、スペシャルを打つと。ただね、これね、1戦目で本当に初見だったんですよ。でも本当に正真正銘初見で、スペシャルの使い方とかね、効果とか全く分からずに終わってしまうっていう悲しい感じで終わっております。で、まあ、ローラー2人来たんで、まず1人倒して、まあ、もう1人倒して、まあ、2枚落ちと、敵は。で、まあ、ここまではいい感じですね。はい。で、まあ、ボムを牽制しつつ、で、まだローラーが下にいるんで、そのローラーを狙っていきたい。で、エイムがガーついている。本当にね、まあ、久しぶりっていうのもあるけど、やっぱジャイロ使えないのは辛いやん、スプラトゥーンで。まあ、スプラトゥーンでね、結構ジャイロゲーなところがあるんでね、これ使えないとなかなか痛い。なかなか痛いというか相当痛い。で、まあね、ボムでまた牽制しつつ、で、またやってきたと。ただね、倒せない。空飛んだ卑怯やなーって思いながらね、まあ、自分もさっき飛んでたやんって思いながらも、まあ、させていただいておりまして、で、またスペシャルを使うと。でね、今回ね、しっかりと仕留められました。やり方がね、なんとなく分かってきたんで、まだまだ下手ですけど。まあ、そういった感じでやっております。まだ一回も死んでないですね。残り1分です。で、またローラーが来たんで倒すとしっかり。お、ナイスですね。ありがとうございます、皆さん。で、また誰が来おへんかなって、ちょっと潜りながら潜伏しております。でね、またローラーが来ましたね。で、かもりたかったけど自分が下手くそだったし倒せなかったと。で、また来ましたね。こっち倒したか。あ、倒してますね。いい感じ、いい感じ。まだ一回も死んでませんね、こっちは。で、まあ、ここのローラーも倒して。で、これで3落ちと、敵。一人で3人倒しました。で、ただ相打ちになると言ったところで。で、まあ、復活しまして。で、またここでボム牽制して倒すと。はい。やっぱね、ボムの使い方がやっぱ重要ですね、寿司クラ使うなら。まずこれがないとね、なかなか難しいんで、また倒していくと。まあいい感じ、いい感じ。で、最後ね、仕留められなかった。惜しい、これは。くそー。12キル目やったんやけどな、あれいけてたら。まあいいでしょう。まあ初戦なんで。まあこういった感じとなっております。2戦目はね、ちょっと上げてるかわかんないけど、まあ1戦目はこんな感じです。一応ね、11キル取れてますね。多分11キルかな。うん、11キロですね。こんな感じで。お疲れ様でした。